それでは今ね会社のわけのにあったな。マスクしてるよまあ俺マスクしてないから一発で分かった。うちの子供が消えちゃった。はいはいはい、こことここと、はい、こっちが来たの初めてだな、はい、さあ自分で乗れるかな。今日は SL は見に行けないか。走ってると思うんだけどな。これもいつか生体保存じゃなくて胴体保存する日が来るのかななんて思うんだけどね。日本の技術すげえんだよね。 C61 の走った頃の、ね、ちょうど10年前で、あの頃もさ、まあ、サッパボイラーに、ね、このボイラーを持って全部解体したわけで、ね、これ解体するんだからすげえな。D51 の型は大きい。昭和のボイラー。多分見てる人はね、この匂いが分かんないけど、またこの独特の匂いがするんだろう。まあね、覚えやすい車輪の数っていうのは ABCD と4つ、だから左右に44で ×2、シニが8、主要な車輪だねって覚えるのがいいんじゃないかなと。よし、じゃあ行こう。あっちに乗らないで。してるね、いいね。まあ肌寒くないけど。俺前橋保健所すぐそばなんだから指導しに来てみろよ本当に。なあ、これで感染の拡大が懸念されますと。懸念だったらいいよ。感染が拡大しますと。ぜひね、行ってみろ。感染の拡大の懸念が何ですか。じゃあ死ね可能性だってあるじゃん。おー、水車の桜の、うん、水車の水力発電装置。モロッコはどうでしょう。携帯落としちゃマジかな。コンビニのおにぎりは食べちゃダメだよ。コンビニのおにぎりはねえ、ご飯をツヤツヤもちもちにするために、まあ乳化剤のようなものだ。だから狛江でも美味しく炊き上がるんだって、ね、ここから前高は前橋高校すぐそばなんだよね。NTT の鉄塔の見えるところに前橋高校があると。まあ群馬の名門だよね、前橋高校。まあ前橋高校が群馬の高校で一番歴史があると。でその次が沼田高校、その次は高崎高校になるんかな、ね、まあ前橋高校の校歌はまあそれほどね、明治の時の感じの、歌はしねえんだけど、まあ沼田高校の校歌はまあ軍歌に近い、効果で非常に聞き比べるのも楽しい。
おお、ソメイヨシノなんだね、これね。八分咲き。ソメイヨシノ、漢字はこのように書くと。おしべは35本、めしべは1本。植物というのはオスが多い。花に似てるな。花曇り。